新潟から東京間、上越新幹線で約2時間の道のり。東京から見れば思いのほか近く感じる新潟駅。しかしこたつというこの鉄子は、新潟から東京まで15時間かけて帰るというのだ。単なる近鉄であれば普通列車最短ルートで7時間もあれば行ける。ましてやこたつは乗り鉄に精を出している駅メモラーでもないのである。わざわざ8時間も多く時間をかけて、それでもなぜこたつは茨の道を行くのか。こたつの18切符旅最終話が幕を開ける。新潟駅に宿泊していたこたつは日本海側を進み、越後ときめき鉄道を経由し糸魚川へ。そこからは絶景路線の一つとして数えられる大糸線を進む。日本海側から山間部を抜ける自然満喫コースをどうしても進みたいというわけである。列車に乗り遅れてしまいました。はい、この発車の10分前ね、6時37分ぐらいで起きて、で飛び起きて、宿が駅から近いから行けるかなと思ったんですけど、ダメでしたね。作戦会議しないと。作戦会議の結果、約1時間後の列車に乗ることにしました。乗り遅れたことの問題は、大糸線に乗れなくなるのではないかということです。しかし、たまたま時間があって、快速リゾートビューふるさと観光列車ですね、それに乗ることができそうなので、そちらのチケットを取ることにしました。当日でも空いているようです。この時は新潟駅が新しい駅舎になるための工事中でした。現在も工事していると思いますが、今はどのような状況かちょっと分かります。新越本線7時44分発長岡行きです。次の列車まで時間があるので、長岡駅周辺を歩きます。すごい立派な建物だね。渋谷にでもありそうな、かっこいいビルだな。いい、行かれすぎや。市役所。鶴瓶市長岡、すごいな、市役所、市役所か、ここ。これちょっと朝の一杯を買ってきましたけど、名古屋つでも時間がありそうなので、まあまあたくさんの食べ物を調達する必要もないでしょう。新越本線9時51分発伊丹越行きね、行きます。新越線ワンマン運転です。ピンクのこのラインが可愛いな。新越本線直越行き、長岡9時51分発、直越11時19分着です。早速日本海が見えてきました。この後の車窓も日本海が続きますよ。とりあえず、名古屋駅到着しましたけど、次の列車まで1時間ぐらいは時間があるので、少し駅前へ散策とお昼を調達したいと思います。よし、名古屋駅前、今日買うのかも分からなかったので
と歩いてらんないよ。ああ、名古屋グルメ。うまそうだね。よっしゃ、行っちゃおうか。950円で、新鮮な、ね、お魚で950円っていうのは安いなと思って。これ丼の上にお刺身が乗ってるんじゃなくて、ご飯とお刺身が別々になってて、いや一応丼みたいな形なんですけど、ああいうスタイルは初めてですね。品川駅に戻ってきました。本当もう駅から歩いて5分ぐらいの場所にさっきの海鮮丼屋さんあります。まあ、ぜひ直江津駅で時間のある人とか、ね、途中下車した人は寄ってみてください。手前にホテルなんていうのもあります。直江津から糸魚川まで行くんですが、ここからは JR ではありません。越後ときめき鉄道です。なので18切符では通過できないので、切符を買いたいと思います。少しは今日は余裕持って行動できてるかな。朝寝坊して失敗したけど、そこからはちょっと立て直してます今。まあでもゆっくり食事する時間なかったので、丼もちょっと食べてすぐ出てきました。いや美味しかった。思いがけず弁当でも買おうと思ってたんですけど、いちごときめき鉄道は、なるほど、華やかな感じだね。泊まり行きって好きなんだよな、泊まり。時鉄ね、ときめき鉄道。緑色の宝石のことで、ここら辺の日本海の特産品ですね。この区間は全区間電化しているものの、輸送密度が結構低くてですね、まあ、電車の購入費用なんていうのもないために、結局機動車を利用していることがほとんどのようです。でこの時は、まだ時間も時間で、学生も乗っていてですね、結構乗車率高かったですよね。JR に戻ってきました。大糸線南小谷行き、糸魚川1時13分発、南小谷2時15分着です。工場が見えてきました。だんだんと民家も少なくなり、森が多くなります。大糸線は途中南小谷を経由して糸魚川から松本までを結んでいます。北と南側で運行形態が分かれています。北側、今から進む糸魚川南小谷間ですね、 JR 西日本の管轄で非電化区間です。ここの区間は民家も少なく、
乗車する人の数も少ないので非電化でも仕方のない部分もあるのかなと思います。大糸線、特に JR 西日本側は深い谷に沿って走っていきます。この谷というのも地質学上重要な場所、フォッサマグナと呼ばれる場所で、だからこそこれだけ山が近く迫力のある車窓を楽しむことができるのです。一方で南側 JR 東日本の管轄になっています。こちらは電化区間であり特急も走っています。それなので山登りなどで来る方もいるような場所なんですが、東京からのアクセスはいい方です。風は気持ちいいですけど、こんなに南小谷駅前も暑いとは。前来た時は3月だったんですけど、やっぱこの辺はすごい寒くて、そういう涼しいとこだっていうイメージでいたんですけどね。暑いな、暑すぎる。工事してますけど、何やってるのかな、何だろう、分かんないや。よし、とりあえず少し待って、駅の周りを歩いてみようと思います。特にね、調べたところ何も出てこなかったので、あまり見るものもないかなという感じです。すごいな、水の勢い。よいしょ、おいいな、川で泳ぎたい。すごい景色なんだよね、やっぱり。ほら、大糸線、大糸川から南小谷の間も山登りから帰ってきた人が、列車に乗ってきましたけど、昨日どこかの山に登ってたのかな。山登りは、まあ私は全然したことない。カーテンみたいなのは何だ何に使うんでしょう。おー、でも風涼しい。でもなんか途方もなくすごい続いてそうだからやめとくか。よし、まっすぐ。新しくなんだ、高速道路、わかんないけど道ができんのか。それも工事っすね。よし、ちょっと向こうの方もとりあえず休憩しないとダメだ。暑すぎる。ちょっとお土産屋に行こう。よっしゃ、こんな暑いもんか。リゾートビューふるさとの車両、ハイブリッドの E300 系が入ってきました。こちらの車両は折り返し長野行きになります。駅前の、売店のおじちゃんが、リゾートビューふるさとがちょうど来るよって教えてくれたんで、踏切のとこまで行って撮影してきました。私も完全に乗り鉄だと思われてるっぽい。このカメラ持ってるしね。よし、とりあえずアイス買おう。アイス、アイス、アイスや。おじちゃんめちゃくちゃいい人です。ちょうど撮れました。出川行ったらグーってやってくれました。大糸線快速リゾートビューふるさと長野行き、南大谷3時18分発、松本5時14分着です。リゾートビューふるさと、この車両のすごさはやはり座席の広さにあると思います。
あとまあそれぞれすごい設備が綺麗っていうのも嬉しいですけどね。私今割と小柄なんですけど、それでもまあ本当にすごいですよ。足を伸ばしてももう余裕余裕で、なかなかこんな車両ないんじゃないでしょうかね。もうカバン置いても全然邪魔にならないぐらいです。車内で雪解けサイダーを買ってみました。この大糸線沿線の、まあ、雪解けの水で作られてるんですかね。南小谷より北の、険しい山々の印象から少し開けた感じに変わります。特にこの辺りは北アルプスが見えて、また美しい湖も沿線にあります。西名三湖と呼ばれていて、3つの湖があるんですよね。青木湖、中綱湖、木崎湖と言います。最初に見えてきたのは青木湖です。また大糸線 JR 東側の沿線には白馬など有名なスキー場がたくさんあります。湖を眺めながら飲むサイダーは最高でした。この日は15時間の移動日なんですけど、すごくリラックスしてしまって、まるで優雅な旅のようですが、リゾートビューふるさとは2010年から運行が開始されました。キャッチコピーはゆとりとおもてなしのリゾートトレイン。全車指定席で1日1往復の運行になっています。年間を通して土曜日休日を中心に運転しています。また夏休みや年末年始など人が多く乗るような時期は毎日運行することもあるようです。今回私は南小谷から松本までの乗車になりますが、この列車は長野まで行きます。長野まで行く途中には日本三大車窓として知られる篠ノ井線の稲荷山駅から小バス停駅の車窓も楽しむことができます。また大糸線もこの湖のあたりでは徐行運転を行ってくれます。この日は8月とはいえ確か平日だったので、車内も空いていました。のんびりとよりくつろうことができました。私は後ろの車両に乗っていたのですが、前の車両の方が、まあ、乗っている人は多かったですね。こんなモニターなんかもついていてすごいですよ。それから展望スペースのこの椅子も、向きを変えられます。また座席も前後で動かすことができるので、ボックスシートのような感じで楽しむこともできますよ。さて松本に着いたので、あとは東京方面に戻るのみです。徹子の旅6話にわたってお届けしました。楽しんでいただけたでしょうか。これからも素敵な旅皆さんにお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。